なくちゃいけない理由など久しぶりの日本は。ちょっと不安。全てのお膳立ては組織がする。君はステージの上で思いっきり歌い思いっきり踊るだけでいい。3ヶ月間よくレッスンに耐えてきた。君の実力は全ての点であの白鳥渚を上回る。君は白鳥渚を超えて日本の超アイドルの頂点に。おう、ちいやか、ありがとう。よし、今度はなぎさちゃんのハートにホールインワンするぞ。坊ちゃま、お手紙が来ております。なんじゃこれ。熱烈なるアイドルファンのあなたへ、今世紀最大の超アイドルデビューセレモニーにご招待します。か、超アイドル、なぎさちゃん以外の超アイドルなんているのか。なぎさちゃんの熱烈なファンとマスコミに招待状をばらまいたって感じだな。何が超アイドルだ。なぎさちゃんの人気に便乗しようってんだろ。ひなだ。本当にお前も来たのか。どういうわけか俺んとこにも招待状が来たんだ。でもお前、なぎさちゃん一筋なんだろ。なんでここにいんの。まあ、そのなんだ、どんなやつか顔だけでも見てみようと思ってな。 Ladies and gentlemen、 お待たせしました。ただいまより超アイドルデビューセレモニーを行います。今宵衝撃のデビューを飾る超新星に登場していただきましょう。デビュー曲は超癖になりそう、バイ雪原こぜ。なぎさちゃんのデビュー曲じゃないか。こずえちゃん、ふにゃ。やっぱり出会ってしまった運命の人、別に無理して探したわけじゃないのに。こずえちゃん、あのなぎさちゃんの影武者だった。一体どういうこと。超アイドル？なぎさちゃんそっくり。本当になぎさちゃんじゃないでしょうね。違うよ絶対。Thank you.
ここはもう人が信じられなくなりましたよ。ついこの間影武者をやった小杖ちゃんがよりによって渚ちゃんの曲でデビューするなんて。調べてみたら曲の権利を持っている会社が資金繰りのために外国のプロダクションに売っちゃったらしいのよ。こんなことならうちで抑えておけばよかったわ。はあ、これは渚ちゃんの人気を横取りする陰謀ですよ。姿形は渚ちゃんそっくり。しかもトレーニングを積んだせいか歌や踊りはあっちの方が断然うまい。中竹君、そういうことははっきり言うもんじゃないです。なあ、渚ちゃんのファンも流れてるって噂だし。悩むことないよ。あ、渚ちゃん人気が落ちたらアイドル辞めればいいもん。それまで一生懸命やるだけだよ。それに中竹さんたちも新人育てればいいじゃない。そんな、渚ちゃん。それより今度のコンサートのポスターできたよ。ほら。ああ、なかなかいいんじゃない。デビュー1周年コンサート、11月1日北千住公会堂、頑張らなくちゃ。はい、雪原小杖のサイン会はこちらですよ。はい、これからも応援してね。小杖ちゃんありがとう。頑張ってください。うん、急げ、小杖ちゃんのサインもらえないぞ。先着100名だからな。覚えくつもりだ、小分1、小分2。いや、そのこの頃運動不足なんで、ジョギングを。おめえら、雪原小杖のサインをもらいに行くつもりだな。でき、おめえら、そんなにサインが欲しければ俺を踏んづけてから行け。踏んづけてからな。角田さん、すいません。お、俺の気持ちが。すいません。おめえら、な、超アイドル雪原小杖デビュー。ああ、なんてこと。これでは、こんなに実力のある偽物が現れたら白鳥渚はどうなってしまうんでしょう。アイドルの命なんて儚い。甘いわね、神岡。は？白鳥渚は、そんじょそこらのアイドルじゃないわ。彼女こそ本物の超アイドルなのよ。いずれわかる日が来るわ。ふふふのふ。はあ、本物を上回る超アイドルがいて、そしてそれを上回る本物の超アイドル。どうやら超アイドルナンバーワンをめぐって、仁義なき戦いが始まるようね。雪原小杖 CD 売り上げ10万枚突破、赤丸急上昇中。白鳥渚のセレナーデ10週連続トップ。雪原小杖発売直後5位にチャートイン。ブロマイド売り上げでは白鳥渚を抑えて1位に。雑誌グラビアからの依頼が殺到しています。 CM とのタイアップも成功して第2弾の企画も進行中。ザ・ベストデーンでは今週は白鳥渚とトップ争いの模様。なお、ニューアイドルのコーナーに出演予定。ファーストコンサート、チョークセには、収容人員1万5000人の北千住ビートルホールを抑えました。すべて思惑通りだ。白鳥渚を抑えて、我が組織のアイドルがトップを独占するのも時間の問題。はい。はい、雪原小杖が白鳥渚に代わってナンバーワンになる日ももうじきでございます。はい、どうぞお楽しみに。こちらは雪原小杖さんの事務所です。これから大イベントの発表が行われる模様です。渚ちゃん、早く早く。何？発表します。雪原小杖デビューコンサートが決定しました。11月1日北千住ビートルホールです。11月1日といえば、渚ちゃんのコンサートと同じ日。しかも会場は目と鼻の先。何か意図でも？はい、おっしゃる通り、北千住公会堂とビートルホールはすぐ隣。日時も同じ。ズバリ、我々の目標は白鳥渚だけです。ふにゃ！小杖ちゃん、一言。はい、私は超アイドルナンバーワンを目指します。はい。これは、渚ちゃんに対する挑戦だ。この日を境にして日本の超アイドルナンバーワンは雪原小杖になるでしょう。応援してね。今度のコンサート負けられないわよ、渚ちゃん。
ぱりこれは受けて立つしかないよね。そうね。でも小杖ちゃんには前に影武者をやってもらってるし、なんか戦う気になんないんだよな。野坂くん、いや、お久しぶりね。うん。なんでなんでなんで、なんで野坂くんが小杖ちゃんと。なんだい用事って。はい、これ。これはファーストコンサートの招待券、渚ちゃんと同じ日よ。来てね野坂くん。あ、小杖ちゃん。よくやりましたね、小杖ちゃん。さすがの演技力だ。あれでよかっただか。だども、あの人いつ見てもかっこええな。いけねえ、またなまってしまっただ。すまねえだ、おら、つい。もう、スターさなること、無理だべかな。大丈夫、今は誰も見てないからね。でも、私の言った通りにコンサートやテレビカメラの前では、超アイドル雪原小杖を演じるんだ。そうすれば今の君に怖いものなんかない。白鳥渚だって声だね。やるだ、おらやるだ、超アイドルだ。どうする白鳥渚、もっともっとお前を追い詰めてやる。お前が全てを失う時こそ、赤いカブトムシが世界のアイドルを制覇する時だ。ん？仕掛けはほぼ完了いたしました。え、低気圧発生装置、あれはまだ実験段階じゃ。いやーだめ。わかりました。そうですね、とりあえず実験を兼ねて。はい。実験？まるで子ウサギに全力を尽くすライオンだ。お、いやこっちの話だ。やっぱりこれは中止ですね、今日のコンサート。屋外のステージじゃずぶ濡れだし、ファンも来られないなんてついてないんだ。みんな、見に来てね。今日のコンサートは北千住ビートルホール。室内だから雨でも大丈夫。交通機関がストップしても無料シャトルバス100台が都内の至る所を走っています。コンサートを見たい人はこのシャトルバスをご利用ください。すごい。うちの事務所じゃシャトルバスなんてとっても無理です。諦めましょうよ。そうですね、今回ばかりは仕方ありません。やだぴょーん。渚ちゃん、私絶対やるもん。突き飛ばされたって絶対やるんだぴょーん。客がどんどん押し寄せてくる。勝った、我々の勝利だ。あー、どうしよう、もうどうしよう。中竹さん、心配してもしょうがないよ。お客さんが多くても少なくても一生懸命歌うだけだぴょん。はあ、あ、どうでした客の入りは。最悪。渚ちゃん、やっぱりやめましょうよ、今日は無理です。うん、私はやる。小杖ちゃんには負けられないぴょん。あ、渚ちゃん、やる、絶対にやっちゃうぴょん。
ださいこのファンの声を。我らの勝利で。代わりにさあ歌ってよ。バスバスクビクビ。渚ちゃん、俺はどんな時だって渚ちゃんのファンだぜ。みんなさあ歌って。うん。信じることは例えばサンデルの音だい。身も心もあなたに預けた。どうなってんのこれ。おお、まったくもう。凪沙ちゃん風邪でも引いたらどうする気だろう。ちょっと止めてきます。中竹くん、え、凪沙ちゃんの好きにさせてあげましょうよ。凪沙ちゃん楽しそうじゃないですか。とっても。ええ、そうですね。抱きしめてればつむり吹き飛ぶ。そうよそうなの、気になったら最強。あなたのこと愛しちゃったら最高。 100% 好き、気になったら最強。あなたのこと愛しちゃったら最高。ダメでもやってんだ。あっと俺あっち行く。俺も。待って君たち、おじいちゃんの方が歌もうまいし踊りだって。これあなたたちの負けね。偽物では白鳥渚には勝てない。初めから分かりきった勝負だわ。ふーん、くそ。あ、待ってくの。おら、おら、これからも頑張って必ず渚ちゃんに。君との契約は終わりだ。赤いカブトムシはいらなくなった駒には用がない。そんな。
ら、なぜ負けたの？オラ。なぜ負けたんでしょうね、桃子様。オーラよ。は？ありがとう！見えない？白鳥のそのオーラ。見えませんか。オラにも。いいえ、きっと見えるわ。超アイドルのオーラなのよ。そのオーラがファンを引き寄せ、ファンたちの持つオーラと一つになって輝いている。見えない？オーラが。オーラには見えねえだ。ああ、オーラも知らねえだ。超くせになりそう。今までチョーク手で主役やった人って正直ほとんど変な人たちよね。はあ、たった一人まともだと思っていた野坂くんが主役やるってことは、はあ、やっぱりあの人変な人。はあ、どうしたの。違うと言い切れないところが、はあ、